じゃあ肩もみサークル始めていきたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっとですね、まあ、今日はね、もううちのメインメンバーの佐々木ダンサーさんですよね、哲也さんがですね、この間代々木公園で100人お花見とこれフリーマーサイができましたんで、そうです、まあ、そこらのお話いただきたいイベント、またですね、この間参加された樋口さんですね、はい、この間ですね、ちょっと地元のお祭りでですね、またマッサージ活動をしてきてくれたということでね、そこらの話も聞きたいと思っておりますんでね、はい、じゃあそんな感じで、じゃあまずは自己紹介タイムからよろしくお願いいたします。今月の頭の日曜日でしたっけ、佐賀先生の紹介で代々木公園 の、 お花見とある集まりにですね、大体109名集まったお花見にですね、まあ、お呼ばれされまして、始めさせていただいたんですけども、まあそこから途切ることなく終わりの5時かな、4時か5時まで全く休みなしでずっと張ってもとにかくそこで感じたことは、やっぱりこのファーストタッチで、あ、この人はやっぱただもんじゃないなっていうのがやっぱり出るんですよ。さっと触って、なんかもう、触り心地が、あ、友達にやってもらうのとは違うなっていうところですよね。そうこうしてるうちに、テンソーちゃんを探して、あ、凝ってますねっていうところから話を広げていくと、なんかいろいろ腰も痛いとか、背中が痛いな、足の裏がむくんでるんだろうって話になって、あ、じゃあもう横向きでやろうかみたいな話になって、ケン先生からね、教えていただきまして、このフェーズに、まあ、入っていって、すごく皆さんの笑顔になっていただいて、それを見て、またさらに他の人が、自分もやってほしい、あれもやってほしい、これもやってほしいっていうことをやってたら、もう、とにかく自分がこれやってますっていうか得意なものがあれば、それに対して皆さんが本当に何やってんのっていう感じで興味持ってくれて、さらにそこで満足度が高ければ、それでどんどん人をまた連れてきてくれたりとかもするんで、全く本当に初めて会った人たちの109人の花見に行ったんですけども、みんな自分のことを認識してくれて、名刺交換したりとか、Facebook 登録してくれたり、YouTube 登録してくれたり、いろいろやってきました。本当にありがとうございます。とにかくこれって武器があれば、そうやって全く知らないコミュニティでも入っていけますので、はい、そこが一番大事です。あとはもうそれなりの実力と結果が伴っていくかと思います。はい、以上でございます。ありがとうございます。コミの匠の三浦と申します。はい、フランチャイズの こんばんは。私は普段、茨城県の、ひたちなか市というところで、リラクルという所属というところに所属しまして、セラピスト活動をしております。で、今回銀座の肩もみサークルは2回目で、ございまして、前回の肩もみ、サークルと、今回の2回目の間に、私自身大きな出来事がありました。おー、何でしょうか。これは何かと言いますと、はい、自分で、地元のイベントに参加をして、出展をしました。おー、素晴らしい、素晴らしい。結果お客様2名です。2名様いらっしゃいました。当初の目的は、自分の名前を売ること、新規顧客の獲得を目指しておりましたが、お客様2名でした。1人は普段リラクルを利用されているお客様、そしてもう1人は実行員の1人でした。そうなんです、身内の方なんです。はい、私にとっては大きな一歩でした。で、私の、まあ、夢、大きな夢といたしまして、一般社団法人ですか、フリーマッサージプロジェクトに、自分も参加したいと思っております。で、ゆくゆくは、講師の座を狙って頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。もうちょっとゆっくりでもいいですか。マジでいいですか。思ってるよりもちょっとゆっくりの方が絶対気持ちいいです。ゆっくりの方が、ゆっくりの方が、この辺に惑わされないです。
これは目安だ。だいたい半分ぐらい。はい、セラピストさんにね、井口さんにね、肩もみ作りは1回目ですね。いや、今までのね、マッサージ、肩もみでこの親指を使わないもみっていうのはね、また斬新で難しいですね。なんか力入っちゃうんですよね。終わった後で座位で座ってって座ってもらって、で毎回できるんで練習も。ゆっくり大きく。あ、こうグーッとね、こう溝落ちに向かってこう圧を入れて引かせてあげるってことですよ。引かせてあげるってことですよ。で、あとはですね、腕ね、こう二の腕がね、すごく大事です。何かというと、二の腕っていうのはね、これ大胸筋の停止部分、ここであります。起死の部分で、ね、筋肉の起死の停止もあるし、ね、起死の始まりの終わりについているところと、ついているところ、骨から骨に筋肉がついているので、この大胸筋起死部分、この後に、小胸筋が停止部の液晶部分がこんなあったこの辺りだと、まあ、もうおっぱい近いんでやるとね、際どいけども、鎖骨をこうやりながら中心からこう鎖骨をやりながらこうして、鎖骨まで女性大体ね、あの気持ちいいと言いますか、男性より気持ちいいと言いますか、男性でやられていると思います。ありがとうございました。今日もあの楽しい肩もみができましたね。そうですね、はい、はい、今日もみんな真面目に肩もみ一生懸命勉強しました。その成果がさっきのです。またね、あの一度二度ならずね、はい、これからもね、皆様には何回も何回も来ていただいて、はい、そうですね、新しい発見があるんでね。そうですね、はい、まだ来てない方、まだ一度二度しか来たことない方、3度4度10度20度来ていただきたいと思います。僕たちは肩もみを応援します。もうないですよ。